はい、皆さんこんにちは、及川奈緒です。今回のなおチャンネルはスイッチでスイカゲーム第2弾です。ちょっとですね、第1弾で見ていただいたかと思うんですけど、あのあと収録の後に、買いまして、自分でもでそのまま夜中中ずっとやり続けて、でハマって何日目かでちょっと結構高得点出たんですよ。でそれを思わず SNS に上げちゃいましたまだなおチャンネルでアップする前だったんですけどね、もう嬉しくてアップしちゃいました。それぐらいハマってるゲームでございます。なのでちょっと今日は高得点狙って3000点をね超えたんですよ、1回だけ。でもそっからなかなか、そっからまた2000点台ばっかりなんですけどね、今日ちょっといいとこ見せられればと思います。頑張ります。さあやってみましょう。よし、スイカゲーム、もうずっとできます。これもうね、時間を忘れちゃうぐらいずっとねやり続けてました。ずっともう移動中も、私移動中ゲームとか持ってかないタイプの人間だったんですけど、飛行機とか新幹線とかそういう時に、あ、できるじゃんみたいな、あ、時間あるできるじゃんみたいな感じでもうこんなにハマったの久しぶり。ゲームにこんなにハマったのはドラクエとか RPG 系ばっかりやってた時期はありますけど、これパズルゲームばっかりやるのはもう小学生ぶりぐらいとかあーやっちゃったぐらいハマってしまって、いやー面白いゲーム。このゲームSNS でね最近流行ったバズったんですけど、割と2年ぐらい前に出たゲームらしいですね。うん、でもなんか SNS でどんどんスイカ2個作るとなんかなんだっけ、こう全部がこう飛び跳ねて溢れたりしないとか、なんかそういうのを見たりとかしてました。スイカ2個とか作ったことないんですけどね1個はできたんですか？1個はできました。メロンはね割とできるんですけど、いやーこのゲーム楽しいんですよ考えた人ありがとうって思ってます。ほのぼのします。でも意外と頭使うっていうね。最初の方は大丈夫なんです、これ喋りながらでもでこれこまごましたのをどこに置くかって後々響いてくるんですよね。ただ邪魔だから端っこに寄せとくと下にたまるんですよ。もうでメンバー生配信でこのゲームの話して、でメンバー生配信夜中終わってから1回目のスイカゲーム収録したんですけど、その日家帰ってスイカゲームやっぱやりたいと思って、自分のスイッチで買ってでやったんですけど、割と私スイッチメンバーの方ともうフレンドになってるんですけど、私がスイカゲームやってるって多分フレンドにはもう皆さんバレていてだからオンライン、私が今スイカゲームやってるよってフレンドには伝わるわけですよね。そしたら私のお友達になったメンバーの方々も割とスイカゲーム始めてるのを私分かってます皆さん始めたんだなと思って。そうなんです、楽しいんです。はい、こういうことね、こういうこと、こういうことで、今これ桃を2個揃えたい、でパイナップルが メロンになるのを今ね狙ってるんですけども、桃2個にする、あ、桃じゃない、桃、そう、この上のリンゴを桃にして、桃を2個にしてパイナップルにしてっていう作業ですね。ちょっとこうこまごましたのをね、あんまり下にためすぎちゃうと良くないですよね。延々やってられます、これも時間忘れて楽しい。これいい時に来て、この柿が来てくれなかったりするんですよね。
こういうブドウとかがどこに行くか。この梨をとりあえずもっと成長させたいところですね。はい、梨2個にするでしょ、これで。で、このブドウ邪魔になっちゃったんですね。ブドウが邪魔ですね。で、こっちも梨にしましょう。梨にして、梨と桃2個ね。あのブドウどうしよう。いちご2個揃えて、いちごあそこの、うわ落ちないか、こっちの梨を育てる。どうしようか、こっちの梨を育てましょう。なおチャンネル、いろんなゲームこれまでよしよしやってきましたけど、私家でこんなにハマったゲーム初めてです。散々あもう練習しときますとか鍛えときますとか言いながら大して結果出せてないんですけど、これでこれはもう本当にハマりましたね。私ぷよぷよとか多分パズルゲーム好きなんですよね、もともとね好きなんで、楽しくてしょうがなかったですね。これでまたこの、やめて落ちないで、下にね溜まっちゃうの良くないんですよ。あー落ちないでよ、ちょっと今そのまま落ちないでよ。あーよし、ここに梨もう一個にしたいな。前の私はあっちの柿にくっつけてましたね。成長しましたね。あーでもちょっとなんか微妙になってきちゃった、このあのチェリーがちょっと嫌になっちゃう。チェリーを大きくしとかないと。あーなんか微妙になってきちゃった。あーこの梨と梨がくっついてほしいんだけどな。梨と梨がここに置いてずれてくんないか。よし、頭使うんですよね、意外とね。さあちょっといちごとかさ、チェリーとかばっかりじゃん。いけるか、いけるか、いけないか、いけないね。あの子育てどうしようかな。ぶどう2個にして、こういう時ちっちゃい子ばっかり来る。よし、これでオレンジになるでしょ。よし、で、こうでしょ。で、こっちに梨にくっつけたいから、よし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 、来たね。うまくなったでしょ。そうなの。でもね、まだこれで1800点なんですよ。私のベストスコア左上にある3239なんで、これでしょ。こうよかった、とりあえずスイカいけた。スイカいけましたね。はい、スイカいけたんですけど、スイカ2個とかいけたことないんで、これをちょっと慎重に、梨をねどう育てていくかなんです。これいちごいちごでしょ。スペースがね足りなくなってくるんですよね。1個のミスが命取りな、これでどん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 こうスイカが上がるの待つっていうね。そう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 、焦ってどんどん落とさないっていう。どんどん成長したでしょ。そうなんです、それだけ やり込みました。ここで焦って落とさないっていうね。でもこのいちごがちょっと邪魔ではあるんですよね。あー間違えたかな、あのいちごちょっと間違えた。あー、あーいけないか。じゃあ梨2個、うん、で
いちごがね、もうちょっとしたらこうくっつきそうなんですよね。ここ重みで、重みでいけるといけないか。スイカが右上にこう上がってったりするんですよ、左が下がると。でもダメですね。はあ、どうしよう。ちょっと焦ってきました。ちょっと、あ、厳しい。おい、あ、オッケーオッケーオッケー。まだいかない。ほらほら、見て見て。ほら、こういうことこういうこと。スイカが上がってくの。ほら、左が下がるの。この重みも考えながらです。でもな、あそこのデコポンが邪魔ですね。ちょっと一旦ここに置いておきましょう。うわぁ、なしにするじゃん。で、ここに落としておくことせるか。なしがいかないか。多分ここ入んないもんな。でもな、どうしよう。こうなっちゃうとここいけるかな、いずれ。やばいやばい、ちょっと待って、焦ってきた。やばい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 、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って。細かいのばっかりだ。一旦よし。あ、これ桃2個揃ってパイナップルなんですけどね。うーん、どうしようかな。でもいずれスイカが右が上がった時のことを考えて、右上減らしとかないと飛び跳ねちゃう、溢れちゃう可能性があるんですよね。だからここのオレンジをなるべくこっちに寄せとかないといけないのよ。こうやってこうやって、そう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 、そういうこと。はい。で、微妙微妙。あー、落としちゃった。どうしよう。微妙。やばい、やっちゃった。くー、チェリーもう一個くないかな。いやー、ここで消しちゃうとね。あー、チェリー来ないかな。チェリー来た。よしよしよし。で、チェリーをここに来させるから、あー、もう結構ダメになってきた。結構ダメになってきちゃった。あー、ここにチェリーを置きたいけど、置けるか。あー、置けないか。チェリーくっつく。あー、ダメじゃん。チェリー次来るけど、ここで一旦待っててくれるかな。待ってて待っててって言ったじゃん。おしよ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 し。あー、でもな、厳しいですね。あー、厳しいですね。厳しいです。これは厳しいです。ちょっと厳しいです。よしよし。あー、やっぱり厳しかった。ダメだ。うわー、ダメか。どうしよっかな。うわー、オレンジが来ればいいんだけどさ。次来るか。置ける、置けるか。あー、ダメだー。くー、という感じでございました。もう一回行きましょうか。はい、このゲーム上手くなってます。あ、本当ですか。上手くなりました。頑張りました。その1回目をね、初めてを見てもらってると思うんでね、見比べていただいて。動画公開する前に3000点超えましたの、うん、ポストを書いてたから、はい、
くりして、はい、ぐらい誰かに言いたかったっていう別にいいじゃないですか。あ、スイカゲームをいかのやってんだからの見てもらえればいいんで、うん、宣伝です。全然全然、はい、なおチャンネルで初めてを実はやってたっていうことを後で知ってもらってもいいわけです。うん、全然いいですけど、はい、普通にやりやしたっていう、はい、そうなんですよ。楽しかったんです。夜中までやっちゃって眠かったんですけどね、あと一回あと一回ってなっちゃうんです。でもいろんな人の動画とかも見たけど分かんないです。もう攻略法ってあんのかな。最初の方は結構私適当にやっちゃうんですけど、なんとでもなんか修正効くんですよね。なんか最初の方なんか攻略法があるのかな。とにかくね、下に溜めすぎないことなんですよね。このいちごとかも後々ね邪魔になったりするんで、まあそう、いちごぐらいならまだしもね。それこそ最初の頃はね、うん、第1回目の動画見てもらうとデコポン祭り、はい、デコポン祭りやりましたね。ほんとなんでデコポンばっかりあんなにいっぱい隙間に全部はまってんだっていうありましたね。どうなんですか、ちょっと自分でも上手くなってから、うん、まあ、チェック動画見てもらったじゃないですか。はい、あーもう恥ずかしいです1回目の動画うわーそうじゃないよって思うの思います。もういやーダメダメダメって思いますねまだまだなんですけど、私未だに失敗するんですけどね。でも本当あの右のあの図が分かってきた。なんかあのなんか頭に入ってきた。いちいち前は右の見てたんですよ。チェリーの次がイチゴで、イチゴの次がブドウでとか。でもそんなのも見なくて頭に入ってるからチェリーにそうそれで早くなりました。気持ちいいんですよね、スイカになるとね、パン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 ってね、嬉しい。こういう下のブドウが後々響いてくるのが嫌なんですよね。どうしようかなって思ってます。でも今だってパイナップルできたぐらいで喜ばなかったですもんね。はい、こんなもん、うん、全然まだまだですはい、マージャンでドラ引いただけでも喜んでたような感じや。そうです、そうですねそうですね、もうそんなもんじゃ全然満足しなくなっちゃいましたちょっとこの制限時間ないのがいいんですよね。のんびりできます。あーこっちにしとこう。いや失敗したか、失敗しちゃったかな。いいか、いけた、んいける、よし。で、下のパイナップルの下にある子たちがちょっとねどうにかしたいんですけど、桃をとりあえずパイナップルにしましょうか。ちっちゃう。どうしようかな。デコポンくっつくかな。またデコポン祭りになりそうで怖いですね。デコポン落としといて。はいはいはい。オッケーオッケー。こうぐいっときて、こう梨の下のあの柿もどうにかしときたいね。まあ、やってみよう。どんどんやってみよう。桃も育てて梨も育てたいんだけど、一旦これをリンゴを梨にして、あーそっち行っちゃった。うーん、ちょっと下手になってきた。
ちょっと調子乗って下手になってきた。あー、そっち。あー、ちょっと間違えちゃったんですけど、まあ、なんとかなるでしょ、まだ。あー、チェリー邪魔でしょ。こういうことですよね、チェリー邪魔。ちょっとこれもう一回やった方がいいかも。私これぐらいになるといつもやり直すんです。こんなんじゃ全然ダメなんです。もう戦えなくなってくる。はい、これも無理な気がして、でもいける場合もあるんだけど、ほらもう下にこんだけいっぱい溜まってんだもん。あーもう嫌になっちゃう。もう一回やろうってなっちゃいます。ほらね、チェリー邪魔でしょ。ちょっと、あ、来た。ちょっと希望見えてきました。ちょっとだけですけど。もうこういう時に柿いっぱい来るの。どうしよう、どうしようかな。もうこの子育てよう。そっち行っちゃう。跳ねてそっち行っちゃった。いやーこれもうちょっともう一回直したいな。まあ頑張るけどもうちょっと。はい、でも下にいっぱいいるのがな。まあ一回やってみよう。違う気がする。こうじゃない気がする。だよね。ああだよね。いちごもどうしようかな。この梨にこうくっつけたいですからね。ここに置いといて。ああそっち。梨、あのリン、この真ん中のリンゴを梨にして。でも左のパイナップル本当は育ててメロンにした方がいいんですよね。そっちのが早そうかな。どっちがいいかな。ここに落としてリンゴなしにして、そこもう何言ってるか分かんないですね。すいません。そう、そういうこといろいろブツ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 言いながらやってます、いつも。それこうだからこうでしょ。あ、やっぱこれ無理だ。これでしょ、こうだからこうって書いてずっと言ってます。左の梨を育てるにはちょっとリンゴをそっちに寄せたいんですけど、まあいいか、一旦こうしておいて、いちご、いちごか、くっつけ、くっついた、よし、そこにデコポンして、よし。はいはい、この桃を桃をパイナップルにしたいですね。でもこういうこまごまがね邪魔なのよね。で、あー、どうしよう、厳しくなってまいりましたね。これ見てて楽しいかな、大丈夫かな。あー、ダメかも。あー、そうなる、そうなるんだ。そうだよね、どうしよう、こまごまが邪魔。もう帰りたい、もう帰りたいです。これいいですか。よし、もう帰る。はい、OK、OK、OK、もう帰りましょう。いくらでもできるんですけど。もう楽しくてしょうがないんで。最後にしましょうか。尺的に。も
もう十分ですけど。もう十分ですか。あら、もう十分でしたか。しかもね、右肩下がりの成績。そうですね、それはまずいですね。もう一回ぐらい吸い方さないとまずいな。おかしいな、ちょっと調子の。最初かっこよかったですか、ね、最初だけでしたね。そうですね、やばい。もう腕いかなかったけど、スイカもできて、うん、あそこだけにします、使うとこ。短いです、ね、あとはもうパパパってはしょっていただいて。やばい。いやー、ちょっと恥ずかしいな。最後ちゃんといいとこ見せよう、もうちょっとだけ。意外と頭使うんですよね、これ。うん、まあ、またチームナオの限定動画に一本撮ってもいいですし。うん、ああ、そうですね。あーチェリー、あー間違えた、雑に置いちゃダメでした、転がっちゃうんですよね。うん、間違えたな、またあーまた間違えた、中途半端な。あ、全部中途半端にやっちゃった、やっちゃった、まあ、まだね、このぐらいならね、修正効くんでね。すごい下手になってきちゃった、こんなはずじゃない。ほら、デコポンばっかりです、デコポンしかできなくなっちゃった。でもこれ運もあるんですよね、何が降ってくるかっていうね。はい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 、そこ入っちゃったらダメなんだけど、入んないで。ではい、リンゴ落ちてくるかな、落ちてきた、よし。で、あー、パイナップル同士がデコポンか、どうしようかな。
ねバウンドしてくれたりとかするんでね。あの細かいのがね、下の細かいのがねちょっとなければメロンにはなったんですけどね、パイナップル2個で。まあここで頑張ってこっちで育てて、あ、桃2個でパイナップルですよね。こっちで頑張って貯めて、そっちに、あーあとちょっとなのに、いちご邪魔。いちご邪魔です。あばばば。あーあとちょっとです。いけいけ、くっつけくっつけ、くっついてよー。ああ、よしいけた。よしいけたよー。メロンはいけた。で下の方で、はいはい、ちょっとずつ大きくなってってくれればいいんで。欲しい。違う違う違う、ぐるんぐるん動いてます。ブドウとブドウがくっつきそう、はい、でこうですね。あーブドウ落ちちゃった。あーそっち行っちゃった。どうしよう。どうしましょう。このリンゴどうしようかな。違う気がする。間違えたかも。このリンゴを梨にとりあえずして、梨を2個で桃にして、梨を2個で桃にするでしょ。ねえいいのが来ないですね。梨を2個にしたいですが、よし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 、押して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 、誰か、よし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 、はいはい、梨、リンゴを梨にするから細かいの来ないでよ。細かいのばっかり来る。細かいのばっかり来る。うん。細かいのばっかり来る。はいはいはい。はい。ああ。どうしよう。いけるか。よし。ああ、いけるか。よし。いけるか、いけないか。なるほど、どうしよっかな、どうしよっかな。左側がこう上がってっちゃうとまずいから下げよう。いやでもちょっとこっちだな。どうしよう。難しいです。これどうしていったらいいんだ。あ怖いですね。怖いことしちゃった。はいはいはい、こういうこと、こういうこと、こういうこと、こういう、ほらちょっと動いてる、いけるでしょ、よし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 、ね、こういうこと一個頑張ればいけるんですよ。怖いけどよし、スイカにはなった。とりあえず
けどですよね、細かいのいっぱいあるな。うわ間違えた、ついちゃった、マイク。梨を作って、はい そっち行っちゃった。どうしようかな。どうしようか。どうしようか。左側に重み乗せたらこう右が上がるかな。左右対称になってきちゃった。で、で、あ、いいんじゃない？はい、はい。で、左右対称になっちゃうんですね。どうしたらいいかな。あー、ちょっと間違えてますが、でも撮影風じゃないですかこれは。あ、いいかもですね、点数的には悪くない。あーあー、本当だ、3000点超えそう。で3000点は超えますねもう危ないですけどね、結構ギリですよね。よし、とにかく1個でも多く置いた方がいいんですよ。ほほほ、はいはいはい、3000点超えた、やったー。あとでも300、200超えるとベストスコアです。ああ、そうですね、ベスト出したいですねでももう厳しいですねおーおーおお、どうしよう3、うわー、3062ですね。はい、1個でも多く置こう。3114、あ、ベスト出るか。3120、うわー、3121、やばいかも、厳しいかもしれない。このイチゴが落ちてくれると私は踏んでたんですけど、ちょっと待って、ここ置けるか、置けないか、どうしようかな。ここ置けるなら置いて、いやー、置けないか。こっちならまだギリ置けるかも。こっちだな。もう最後置きますよ。これ終わりますからね。3121ね。あ、ダメだ。3146。あー、3239超えられず。あー、まあまあまあ3000点を超えた。よかった。はー、楽しい。もういくらでもできちゃうんですが、ここで終わりましょう。
あー楽しい、はい、皆さんもぜひやってほしいですスイカゲームはー面白かった、見てて楽しめましたかね、大丈夫かな、あもっと上手くなってまたあの SNS にも載せたいと思いますが、またなおチャンネルでもまたやりたいと思います。ありがとうございました。ということで今回の動画いいなと思ってくださった方はグッドボタンお願いします。引き続きチャンネル登録もよろしくお願いします。以上、おいかなおでした。さよなら。楽しかった。